はい。ヒルビール放送局、訳ありダイエットウォークじゃない。M キャストのマコネです。まあ、昨日ね、調子よく歌ってたせいかわからないけど、あの、ほんと、激しく風邪をひいてしまいまして、うん。まあ、今ね、すごくなんか体がもう、まあ今お風呂入って、まあご飯たご飯食べてお風呂入って、 ものすごいね、体中がいろんな意味で発汗してて、もうあの、ちょっと厚着してるんだけど、ボンボコボンボコ汗を出している状態です。そう、まあ、このままね、ちょっと、えー、っと、手短に喋ってから、まあ、そのまま布団に入ろうと思っています。今はね、5月10日の12時9分なんですけども、そう、ちょっと鼻カミカミみたいな感じで、よいしょ。 いろいろ準備してから喋るみたいな感じだけど、うん。まあまあ、えっと、こんな日もあります。<laughs> じゃあ、あの、えっと、今日はどんな話をしていこうかな、なんても思っているんですが、あの、朝ね、えっと、お風呂掃除をしながら、なんかこんなことも面白そうだなと思ったのは、私がね、好きな曲、曲を、えっと、ちょっと、 分解して、分解というか、あのー、一時一句、こういう風に歌いたいよねって感じで、ここはこういう風に、こういう風なイメージかなみたいな感じを、まあ、一曲一曲解剖していって、まあ、それをね、お話として、えっ、ー、と、喋るっていうのもやってみたいなと思って、今日は、そう、沢田千佳子さんの、会いたいを、ちょっと解剖していきたいな、なんて思ってたんだけど、 まあ、今日最後までやれちゃうのかなそう、なんか途中でもう疲れ切って、今日は無理です、みたいな感じになりそうだから、まあこれはね、またいずれ機会があったら、そういうチャレンジをしてみたいなっていう感じにしといて、今日は別のお話をしたいと思います。うん。まあ私はあの、えー、っと、1974年生まれの第2次ベビーブームの真っ盛り、そう、 だったので、えっと、小学校の時は、えっと、まあ、最初はね、あの、小学校3年生までは街中の小学校にいて、まあ、それでもう一クラス、えっと、30人ぐらいで2クラスだったかな。うん。あの、えっと、もうその頃にはね、街中の空洞化っていうのが始まってて、まあ、街中の小学校は、まあ、そんな感じでした。そう、私の通ってた小学校は、 ま、あどっちかと、あの、立派だったんだけど、小規模の小学校だったかな。そう。うん。で、そっから小学校4年生から引っ越したところは、このマンモス校で、4クラスあって、各クラス、えー、っと、各クラス、えー、っとね、45人ぐらい。だからもう教室ぎっしりっていう感じの学校だったんですよね、小学校だったんです。そうで、もう、そんな、あの、前 クラス、全、あの、一学年、あの、えっと、50人ぐらいしかいないような小学校から、いきなりあの、えっと、全クラス200人もいるようなまあモスコに行ったんで、あまりの環境の違いに手間取ったりしました。そう。私がね、一番手間取ったのは、まあ、小学校3年生の頃までだったっていうわけじゃないんだけど、まああれやとね、普通に、あの、女の子も男の子も普通に一緒に遊んでたし、 それぞれぞに家を行き来しながらそうまあえっとそうお医者さんごっこってことはないけどまあなんだろうな普通にちょっと際どい遊びもしてました <laughs> <coughs> うんでもあのそのマンモスコに行ったらあの女の子と喋ってるだけでそうあのもうあのつまはじきにされるような環境でもう男と女も対立関係みたいな学校で。 何なのここみたいな <laughs> そう。でもね、話聞いてみると、あのそう学校ではそんな感じなんだけど、家帰ると意外と仲良く遊んでたりとかさ、そんな感じで、何なのって感じだったんだけど、うん、まあ、そんな感じで、まあ、あの人が、まあ,であのずっと、ずっとあの人が多い、多い、多い世代で,でした。で 私はね、えっ、ー、と、中学校から高校に入るときに、1年間ね、受験に失敗して、1年中学浪人っていうのを経験したんです。なので、私がね、えっ、ー、と、高校入学して、卒業する頃にはもうバイブルが崩壊してました。もしかしたらね、私が、あの、リアルタイムで、リアルタイムっていうか、あの、ストレートで卒業してたらもうちょっと違ったのかもしれないけど、私はあの、昭和50年 の子たちと一緒に卒業、高校卒業したんですね。そう。そうするともうね、バブル崩壊を直撃に受けて、まあ仕事なんかなかったですよね。そう。仕事なんかないか今は仕事探しもろくなのないから、専門学校なり大学なりに行きなさいっていう感じの、でしたね。でもまあ専門学校行こうが、大学行こうが、あの、卒業する子にはもう仕事はなかった。というような、の、社会環境でした。まあその上で、あの、私はね、 なおさら仕事がなさそうなアート系の学校に通ってたの写真の専門学校通ってたので、まあ,あ、の本と、とんがってましたね。もう、あの、写真家になるっていう一本しか考えてなかったので。 そう。なので、まあ、卒業後も、えっ、ー、と、卒業っていうか、写真学校途中で中退したんですが、その後も、えっ、ー、と、もう、作家活動だけに邁進してたという感じです。あれなので、バイトしながら、写真撮って、写真券やって、みたいな感じだったんです。そう。まあ、結果的に、えっ、ー、とえ、まあ、まともに、会社員として働いた経験がない <laughs>。っていうのが、まあ、正直なところで、社会経験、 あのその代わり、いろんなあの NPO とか NGO とか、まあ、海外に、国内海外問わずいろんな経験させてもらったので、そう、会社員しか知,知らない人たちに比べれば、ちょっと、あの、感性の幅がちょっと違うかもしれないですね。うん。まあ、その中でもね、私が普段から思っているのは、そう、えっと、まあ、第二次ベビーブームっていうか、ベビーブーム世代の私たちは、 うんと大きな大きな罪を犯し続けてるんだなっていうのは普段から思ってます。まあ、それは私はね、えっと私たちより上の世代の、えっと、先輩方にもうずっと言ってきました。うんそう。あの、まあ、あのバブルが崩壊した頃を直撃をしてたので、そう、こんな社会に作ったのはつく、こんな社会を作ったのはお前たちでしょって。そう、お前たちが何もしてこなかったから、私たちは今こうなってるって。 そう。あの、私は上の世代にいつも突っかかってましたね。うん。段階の世代とかね。段階ジュニアの世代とか。まあ、そういう人たちですね。そう。あの、まあ、人によってはね、俺らだって一生懸命やってきたんだっていうふうに反応する人もいれば、その通りだよっていう人もいた。うん。まあ、今、で、今どうかというと、今度は私たちが言われている世代ですよね。そう。うん、まあ、あの、 その当時、私がね、まあ20代の頃はまあそういうことばばっていう人たちはまだ結構いたのかな。そう、私の周りは結構いた。で、今も、今私の周りにな、ね、いってだけで、まあ、そういうふうに言う人は、まあ発信バイターがね、まあブログとかインターネットに変わってきて、あの、えっと、まあ直接自分の顔を出して直接言わなくても思ってることを言える時代になったので、まあ見えないところで、 あのそういうことを言う人もいっぱいいると思うんですがまあ私はねどっちかというのは本当思ってます、うん、ただ私自身も思っててそうこのあの20年30年失われた20年とか30年とか言われますけどそうあのその間に私たちに ね、段階世代人数が多いわけですよ。人数が多くて多い世代、そこは、その世代は何もしてこなかったっていうのが事実で、そ社会の中で、あの、流されるまま、そうもうそれでそ、そんなもんだ、仕方ないんだっていうふうに流されてる、流されるまま、えっと、生きてきたっていうのは、まあ事実でしょう。うん、もちろん、その中でとんがって、いろんな結果出してる人はいるでしょう。そう、それは、ほんと数パーセント。うん そう大部分が何もしなかった。流されるままに。そう結果的に、えーと、結婚して子供がいてっていう人もいれば、えー、ともうずっと,、えー、と派遣の仕事だけっていう人もいれば、そうえっ、ー、と何やってもうまくいかなくて、本当、あのお前は何やってるのみたいな人もいっぱいいる。そうまあ、人数が多いだけに、またそういう人たちが多い世代でもある。そう <laughs> あそういう、そういうこと、そういう意味で、私は自分より若い世代に対するおい味をすごく感じている。うん。だからこそ、えっと、<laughs> まあね、バイトでも、仕事でも、えっと、まあ自分よりね、あの、一秒でも若い世代が私に頼ってくるってなったら、まあ精一杯答えてあげようって普段から思ってる。 うん、まあ全部が全部できてるわけじゃないけどチャンスがあれば私がねあの経験してきたものを全部伝えてあげたいしそう私の頃にあの転がってきたチャンスがあるならそれは全部彼らにも回してあげたいと思ってる私はいいや <laughs> そう私はまあ自分でそのチャンスを作ろうと思えば作れちゃうしね積極的にやってないだけ うん、だからまあそういう意味で、えー、と下の世代に精一杯いろんなものを親でも子供でも兄弟でもないけども、うん、とあの私から分けてあげられるものはあのプレゼントできるものは全部ギフトとしてあげたいなと思ってます、うん、まあそんな中で、えー、とダンスチームを再開したいっていう話があったんだけど、まあ、それに関してはあの私自身もね、うんと まあそれを詳しく話するのはちょっとすごく大変なんだけど、うん、まあ一緒にやってたメンバーもまあ私とそんな変わらないのでまあみんなあらほうそう上,上下10歳だから40から60ぐらいの間のメンバーですよねそ,うそのメンバーがまあまたそういうことをやるんだったらやりたいななんてあの頃面白かったなって マコ、ま、ちゃんがやるんだったら私もやりたいって言うんだけど私はさそれを聞きながらちっていうふうに正直ものすごく苦々しく思ってるんですうんまあ当時ね確かにえっとこ7冊っていう名前でやってあとまああの2 3 0人しかいない主要メンバー2 3 0人入れぐらいのメン ところから、えっと、数か月で500人まで規模を拡大して、えっと、長岡あの祭り市場に残る、まあ、大イベントを成功させたんだけど、その間に、ものすごく、えっと、時間労働、無償の時間労働をいっぱいしてきたわけです、私も。そうボランティアで。 そうで、またそれをやりたいねって言ったって、いや、私、その背景でものすごく、ものすごく時間を無駄にして、そう、で、みんなが楽しかったかもしれないけど、私にとっては苦しい思い出しかないんだよっていうのが正直なところで、そう、まあ、あんたらが楽しみたいんだ、けど楽しみたいんだったら、あんたら自分たちでやればいいやんって、私は関わりたくないわっていうのがまあ正直なところ。でもえっとその 作ったムーブメントをあ,の、まあ作った流れをねえっ、ー、と誰かにバトンタッチして、まあ、今後のね長岡の、まあ、お祭りに限らずあの私たちより若い世代が何か取り組みっていう土台に1%にでもなるんだったら、まあ、協力したいわっていうのはまあ正直なところ,ろうなのねでもね今のところ話を聞いてると「まあのあ時楽しかったねまたあんなことしたいよね」っていうレベルで、ね、そういや結局君たちあの 40過ぎてあの、自分たちが楽したい、た自分たちが楽しいから、またやりたいってんだったら、まあ、あんたたち本当に自分たちでやってって、そんな退屈な、そんなあの、あの、ことしか考えてない、えっ、ー、と、これからの世代、これからの次の世代に何を伝えて、何を残していくかっていうことを主眼に置けないような人たちとは、私はちょっとそういう、なんか、やりたいっていう気持ちにはなれずに、あの、えっ、ー、と、まあ、話を伺って、 だけ伺って、まあ、そのね、あの、主要、そのですね、あの、主体になってる、えっ、ー、と、人には、まあ、こういうふうに思ってるの、っていう感じで、まあ、そういうじゃなくて、その、主体になってる人たちは、えっ、ー、と、誰でもが参加できるコミュニティを非か必要だというわけ。うん、まあそれ、そうまあ、それはそうだろうけど、あの、 過去と違って、まあ過去はね、過去の日本を振り返ると、まああの地域がさ、あの子供たちも老人も、えっと、まあみんなまるっと地域で、みんな一緒になって生活してたそう、支え合って生活したっていうのがまあ日本のね、本来の形なのかなって思うんですよ。そう。あの、まあ大きい村でもちっちゃい村でも、そう、大きいコミュニティでもちっちゃいコミュニティでも、そう例えば長屋、 そうあの江戸時代にあったらしい長屋でもそうだろうし村でもそうだろうしそうキリスト教が入ってくる前はねあのもう、うんとセックスなんて本当誰とでもあの近親相関どころでねそうあのスワッピングが当たり前だっていうのがまあ日本のねの生の歴史であるわけですよそう、うんとなんだっけ余梅っていう文化がなくなっあの近親された時にどうやって 男女はあの結婚れもうあの、うんと、セックスは日常的。まあ誰とでも、誰とでもセックスするっていうのはまあ全然普通の生活だったような、まあ、国なわけですよ、うん。だからこそみんなマルっとっていう感じの,あの生活体系だったんだけど、今はあの、全然違うじゃないですか。そう。えっと、個人は個人、あの、 あとまあ、海外に比べれば個人っていうものに対、個人っていうものよりも協調性っていうものを、まあ、重要視するっていうのは重要視するんだけども、協調性一つとってもあの、うんっと、バランスを取りすぎて自分の意見を言えない。自分の意見を言わない。そう。言わない。イコール行動もしない。そう。 うんまあ、そういうようなのがまあ当たり前になってる中で、じゃあ協調性って何なのみたいな風に私はちょっと思ってて、うん、そう、まあ彼らと言っちゃなんだけど、まあ、彼らがやりたいって言うんだったら、ね、そう、じゃあ彼らの中からま,あまたね、新しいリーダーを選び、のリーダー中心にやればいいやと、そう、まあ、そこでね、人数が足りなくて一緒に踊らないって言うんだったら、そう、いいよ、踊る、踊る、踊る、みたいな感じで。 そう私も参加者の一人。そう。でもリーダーは嫌だ。そう。って思ってたの。うん、まあ、尊厳の中で、あの、まあ、あの、誰でも参加できる地域コミュニティ。それはまあ、理想は理想なんだけど、大きくなればなるほど、そりゃ難しい。小さいからなり、小さい、小さいから誰でも参加できるコミュニティっていうことはあり得る。そう。で、今、いろんなあのコミュニティあるじゃないですか。 Facebook にしても LINE にしてもグループにしてもグループ一つ一つがコミュニティですよ。うん。そう。えっと、まあ、えっと、自分たちの,あの小さい小さい共通の何かのた中の中のコミュニティというのはまあいっぱいあるわけでそ,その小さいコミュニティ同士があのコミュニティがまた重要でまたそのコミュニティ同士がそれぞれあのちょっとしたつながりをいっぱい持ってると。 そ,うそのコミュニティ同士はまあ、いろんな、あの、小さいコミュニティ同士が、いろんなつながりを持って、それぞれ別々に行動してるっていうのが、まあ、現状なわけですよね。私もそれってすごくいい方法だと思うんだけど、やっと、その中で、誰でもっていうと、その中に安全安心な環境が保たれるかって言ったら、またちょっと違うと思うんですよ。うん。まあ、あの、安心安全な環境ってのは、あの、 コミュニティをする上ですごく重要なんですけど、例えば、うんとまあえっと、5人の仲間がいるとしい知るとします。男2人、女3人そう。で、ある日、男、えっと、の,の子と女の子が、えっと、隠れて付き合っているのがバレましたと、まあ。それだけで、えっと、コミュニティの中がキクシャクしますよね。うん そう、そそんなこと、それだけでコミュニティの中はぎくしゃくし最終的にまあバラバラになっていくと、まあ、そんなのはよくある話です逆にえっと、まあ、よかれと思って誘った人が実はあの人はちょっとなんて話から、えっと、5人の中に1人あの、えっと、ちょっとって人が 帰ってきただけで、まあそこのね。安全安心が保てなくなって。まあ空中分解するなんていうこともよくあります。あります。はい、まあ、つまり、えっと誰でもっていうのはまあ、コミュニティが大きくなればなるほど。難しい問題であってそう。あのえっと。本当にあのうん、えっと誰でも参加できる。コミュニティっていうのは本当理想だけど。 そ,うそれは参加者、参加者全員が本当にそこに共通認識を持って、誰でも OK という空気を出し続けない限り、まあ、そうはならないわけですよ。うん。まあ、それはね、あまあ、もちろん、協調性っていう意味では、たぐいまれのね、民族なのであの、ある程度はできるでしょう。ある程度はできます。 でもなんかあの、長期間にわたって、一つの目標に向かってなんか行動するというときに、まあそれが保てるかというか、ちょっとまあ、甚だ,だ疑問であって、うん、まあそれは会社でもそうですね。会社は、会社組織はね、えっと、お金をもらってるから、そう、給料さらにもらってるから、まあある程度我慢するっていうのはあるかもしれないけど、えっと、まあ、市民団体とか、なんかボランティア活動とか、まああの、遊びのチームとか、 まあそういうのは、まあ、お金をもらってるわけじゃなくて、まあ、それぞれのやりたいっていう、やりたいっていう希望だけで集まってるので、ね、まあ、一人でも嫌な人がいれば、まあ、ちょっと私は嫌だわっていうのがまあ、全然普通のことですよね。そう。そういう、まあ、チームで、えっ、ー、と、誰でも参加できる、誰でも、あの、ウェルカムのコミュニティっていうのは、ほんと難しいと思います。うん。まあ、もちろんね、そう、その、 その何ありっていう人はね、まあ、その自分の立ち位置を分かってて自重するような人だったらいいんだけど何ありって人に限って、まあ、あのと自己主張もはっきりする人が多かったりするわけですよそう,、まあ、そういう中で誰でも参加 OK というコミュニティっていうのは、まあ、難しいでしょうね、うん、そうじゃあそういうふうなその、えっと、なかなかねあの一癖二癖あって、まあ、何ありって人が あの、受け入れられやすい環境づくりっていうのは、どうなんでしょうかね。今の社会で、できるんでしょうかね。そう。私、インターネット上だったらできると思うんですよ。そう。インターネット上だったら、あの、えっと、自分、何あり、何ありがまた、あの、一つの、一つのブランドだったりすると思うんですよ。うん。まあ、私自身も何あり。 の一人だと思ってるんですだから私はあの、うんと、ポッドキャストを通して、私なんありです。そう、私、私なんありです。私本当にめんどくさくてややこしい人ですよっていうのを、まあ、宣伝してるようなもんですわ。<laughs> うん、それでもいいって人が、えー、とポッドキャストを聞いてくれてると思うしまあ、あの、うん、とそれが面白いという人がポッドキャストを聞いてくれればいいと。 まあ、そういう人たちがね、いっぱいいればいいなと思ってるけども、まあ、あの、うんと、そうじゃない、そもそもお前は嫌いだ、私が嫌いだって人は、まあ、二度と見聞きに来るんじゃねえっていうのは、まあ正直なところで、そうまあ、私自身は、私自身の、えっ、ー、と、何ありっていうブランドを、えっ、ー、と、ポッドキャストを通して宣伝してると、と、まあ、あの、うんと、まあ、どっちにしても、 えっと、そういう難ありって人が、あの、どこでも、どこでも参加できるっていうようなコミュニティっていうのは、まあ、非常に難しいんじゃないかなと思っています。例えばね、LGBTQ を例えにすると、まあ、またちょっとややこしいんですけども、うん。あの、まあ、トイレ一つにしても、あの、まあ、人によってはね、 人によっては、特にあの、男の人にも女性にもいろんな人に聞いたけど、人によってなんでね。男性も女性も人によってで、えっと、お前がどう思ってるかによって、別にそんなのはどうでもいいっていう人もいらっしゃるんです。はい。だから、まあ私がね、うんとメイクしてなくて、えっと、普通に街を歩いてる、街を歩いてて、トイレ行きたいと思ったから、まあトイレに行きました。女性のトイレに入ろうとした。まあ実際にあったことなんだけど、女性のトイレに入ろうとしたら、そう、あの時はね、メイクもしてたんだよ。 それなりに可愛らしい格好もしてたんだけど、そう、あの、街の空気を読んで、ま、それなりにね、あの、えっと、うんと、男でもない、女でもないという中性っぽい格好をしてたんだけど、えっと、タクシーの運転手に呼び止められて、そこを女性のトイレですよって言われて、まあ、それで私はものすごくね、ショックと、ま、悔しさを感じて、もうね、トイレすごい我慢してたんだけど、トイレ行かずに、もう半メソかけながら、 おしっこ垂れ流しながら家に帰って、しばらく家から出れなかったなんてことも昔ありました。昔だって2年くらい前ね。そう。うん。逆に、まあ、あの、まあ、ことがどう思ってるかで別に、あの、そういう人がトイレにいても私は何とも思わないっていう人もいれば、そう。でもそんなの実際その場にならなきゃわかんないわけで。そう、そう思うと私は本当外で、外でトイレ行く一つでも、本当に、 あの、いや、だからもう本当、あの、なんだろうな。うんと、えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、多目的トイレに必ず入るようにしてる。でも多目的トイレがない場合もあるし、多目的トイレって本当に多目的トイレを必要としてる人たちがいるわけじゃないですか。こう、いろんなあの、体の障害を持ってて、も、まあ、車椅子で普通のトイレに行くのは大変ですよ。で、まあ、いろんな障害があって、まあ、普段からね、えっと、 そういういね解除なしにあのトイレする人トイレのあのあトイレをねえっ、ー、とできない人もいるわけでまあ、そういう人たちを優先に使ってもらいたいわけで、まあ、私みたいに男も女もねどっち入っても微妙な人がさ、まあ、しょうがないから保ってきトイレっていうのはまあ本当に申し訳ないなっていうのが正直なところでそうじゃあ私はトイレどこで知ればいいのっていうのをまあ普段からいつも思ってますうん。そうでまあね とまあ距離感に関してもそうですよねあの男性の距離感と女性の距離感って、まあ、全然違うわけですよそうねあのうんとなんて言うんだろうな男性同士の距離感であので生活してたり、まあ、女性の距離感でっていうのね本当なんかあのその その時その時で使い分けないと使い分けないとあのなかなか難しいんですよそうで使い分けるにしてもえっとなんだろううんとほんとさ仲のいいまあ身近なねえっと女の子と遊んでる分には女の子同士の距離感ではもう全然問題なんだないんだけどまあふっとした時にえっとそのくせで普通に女の子同士の距離感でえっと いいるるとととああのとんでももない <laughs> 失敗にしたこともある、まあ、実際ねあの普通の女性同士でもいきなりあの女の子同士のさあの超密な距離感ってことはないわけで、うん、あその前のつながりがあってこその距離感だと思うんだけどまああのうんと長らくあの一緒によく一緒にしていこうとしてる女の子とえっと 女の子であっても、あの、突然ね、ちょっとちょっと近い近いとこへ行って、まあ、完全拒否されたりとかね、そう、そういうこととかも、まあ、あるよ。それは多分、あの、女性同士でも、まあ、ある話だと思うんだけど、まあ、そんな時ね、まあ、私はやっぱり中途半端なだからかなって言って、まあ、傷つきはするよね。<laughs> うん、まあ、そんな感じでですね、えっ、ー、と、今日は、 まあ喋ってるうちにんかちょっと元気になってきたんだけど体が温まって元気になってきたんだけどうんそうまあ私自身はそのうんまあ安心安全安心私自身が安心安全安全で安心して暮らせるようなあの環境っていうのはまあ無理だろうなと思ってます <laughs> そうまあ政治家の皆さんはあのうんと ジェンダーフリーとかねそう。LGBTQ に人権をとかね。まあ、あの、うんと、選挙のたびにいろんなことをおっしゃってますが、そう、<laughs> 何言ってんのこの人たちっていうふうに私は正直思ってます。そう、なんて言うんだろう。えっと、私はね、男でもないし女でもないので、まあ、本当にあの、女性が、女性の職場というか、まあ、あの、 うんと男性と女性がね、あの対等に働くっていうことが、ものすごく難しいっていうことも、なんとなくしか分からない。そう。うん。なんだろうな。あの、極端な話で言えまあ、男性も女性も、あの、得意分野が違うわけよ。そう。うん。まあ、まあ、よく言われるのは、まあ,あの、基本一つでも違う。男性はね、あの、寒い方が、あの、 能力を発揮しやすい女性は熱い方が能力を発揮しやすい。それだけでも全然違うわけですよ。そう。でまあ仕事内容をしても男性が得意な分野、女性が得意な分野があって、あるわけで、そう。あの、えっと、それぞれに得意分、得意、不得意っていう分野があって、それを、あの、ねプラス10、マイナス10っていうふうに、 あ,のある中でその一律プラマイゼロのところで、えー、と見よったってまあそう無理なわけでうんまあぶっちゃけあのうんと、えっと、プラス10マイナス10を基準にえっとまあ査定しなきゃいけないと思うので、ね、でも、まあ、まあオフィスで働いてる方もそうだし、まあ、まあ私もそうだったけどもえっと まあ、あの、女性の細やかな気の使い方に対して、えっと、男性は当たり前だと思ってて、まあ、それに対して報酬が支払われてないとか、そういうことは、まあ、よくありますわ。うん。まあ、お掃除の世界でもそうです。あの、ぶっちゃけね、お掃除の世界ね、思いますよ。私ね、お掃除の世界は男性いらないと思ってる。た、確かにね、男性じゃなきゃ使えないような、まあ、大きい、 機械もあるんですよそう床をね、えそういうポリッシャーとか、まあ、すごい重たいからまあ、あんなの振り回すには女性は無理だけどももんあの本当女性しかいないってことになればそのポリッシャーをもっとね軽くもっとね効率的なものにするっていう,ような選択もあるだろうし考え方もあると思うの、うんまあ、正直ね掃除の世界はまあ、男性は向かない、うん、そう あの女性の方が女性がやった方が綺麗そう、うん、まあ絶対とは言わないんだよそう女性がやった方があのえっと綺麗に見えるって方が正しいそうまあ男性と女性あのどちらが上手に手を抜くかって言ったらまあ女性の方が上手に手を抜くと思いますうんうただ手抜いてるところは分からないうん <laughs> そう分かりづらい 男性が手を抜くと本当にプラスかあの1か0かって感じそう女性が手を抜くとえっとあの手を抜いても0.5かマイナス0.5みたいな <laughs> そう、うんまあ、そういう意味でね、まあ、お掃除なんか特に、うん、と <laughs> 男性がね男性は向かないなーなんて思ってますねうん まあ、お風呂の掃除もそうですけどね。ただ、まあ、働く時間的に女性が働きづらいっていう時間でもあることは確か。まあ、そんなわけで,ですね。まあ、私はね、男性と女性があの対等に評価される社会っていうのは、まあ、うんと、評価の基準が、あの、もっと男性と女性の、あの、仕事の価値、 仕事の違いっていうことをもっとしっかり社会がしっかり理解しないと,、えっと無理なんじゃないかなと思ってます。そう、現状では全然できてないと思いますね。うん。逆にまあ女性ばっかの職場、男性ばっかの職場だったら、まあそれはできてるんでしょうかね,ね。まあそっちの方がよっぽどフェアじゃないかなと思ってますよ。うん。まあいろんな問題が出てくると思いますけどね。 まあ男性も男性よりも女性はね、まあ、3人いれば派閥できますからね <laughs> そう2人だったら仲いいんですけども3人いると派閥ができるのは女性の社会なのでうんそううんでまあその中に板挟みになると、まあ、なかなか大変ですねうんまあそんなわけで,ですねあのー まあ何の話をしたか分からなくなったけどもえっと何だったっけ <laughs> まあ協調性の話からなんでなんで女性の話になったか忘れちゃったけどもまあうんうん本当なんか頭が冒頭してきたまあ 今日はそんなあとで, <laughs> でまあ適当なタイトルつけてサムネにすると思うんだけどま私のねサムネとタイトルってほんとバラバラで喋ってる内容と全然違うってことも多々あるのでそう聞いた人はまあ最後まで聞いた人とこいつ結局何に喋ってるんだ?」っていう風に思う人もいるでしょう訳あ,ありの方は最後に今日はこんなこと喋りましたっていう風にまとめてるし M キャストもそういう風にしてるんだけどもう今日はねもう 最初かから何を喋ったかも私自身もよく覚えてない <laughs> そんなわけでまあと言い止めもないんですがうんあの誰,で誰にとっても安全で安心して暮らせる社会っていうのは無理でしょうん無理だと思いますそうだからあの自分にとって安全で安心して暮らせる小さいコミュニティをいっぱい持ってるっていう方がうんと今流 今の生き方としてとってもいいんじゃないかななんて思っています。そんなわけで、まあもう鼻水ぐつぐつ言いながら喋ったまこねえでした。また明日。バイバイ。